私、花ちゃんのあれですよ、ぬかたさんの。うん。チンチリンって船坂をね、読んで、船坂ってお月のね、ぬかたの、お月？ウバではないよね。何やったっけ、あの人。船坂。あ、そう、りんごさん、りんごさん、早乙女幸様が、その船坂役なんですよね。方結構やっぱりもうインパクトがもうすごすぎるすかごいすら、ごいすごいすごもう出てきただけでい。声とね、わかるね。わかる。でもやっぱ船坂いいお芝居してます。でね。あれの、衣装を変えますっていうやつがすごい好き。そうそう。もうたまらんくなってね。もう責められ、責められ。でも最後の最後ね、あれね。狂ったか、大海！でもあれですよね。茜さすといえばあれですよね。あれなんかね、一郎さんね、なんかで言ってはったんですけど、あれ、階段のところに槍みたいなガーンって刺すじゃないですか。で、なんかそう、刺すところだけちゃんと刺せるように、なんなっか、てたんやね。藁みたいな柔らかい、なんかそういうのになってるらしく、でもやっぱまともに刺せない日もあるじゃないですか。で、全然違うところにガーンってやったら、そう、階段のところになんか隙間にぐさって刺さって、なんかセットを壊して怒られたって言ってましたよ。ほら、わからんよね。わからん。わあんからんだよけなんね。か芝居してせんて。ね、入ってるからさ。あそれ、こ酔っ払っにた役、酔っ酔っ払っ払ったね、最後て、ね。酔っ払って。で、舞を舞うって言って、ね、ちょっと半分狂ったような、狂ってないようなっていう。なるよ、あんな。いやー、切ない切話やないわ。ね。他にも、まあやっぱりいろんな、ね、名や、脇役の古代水木様と好か、きやった泉司わ。様とかね。渋いね、系ね。渋い系の人らが周りを固めてくださってたり、ちょっとなんかコミカルなね、あるんですよね。その、なんていうんで、従者じゃない、家来同士が愚痴るシーンとかもあったりね。アラン・ケイさんとか、いっとうぱこいさね、ん瞳子さんね。とか、その若手の家臣たちでそね。うや。いやまあもうとにね。かく、あれは本当ストーリーが美しい。美しいね。まあ、悲しいですけど美しいですよでもね。秘伝やね、あれも。で、やっぱ「茜さす」っていう歌を額田様が歌って、それにね、返事が「紫の匂える芋を憎くあらは人妻ゆえに我恋めやも」ですよね。なんかやっぱそういうのも、そう、やっぱ、まあ、時代ですけど、その歌で返すっていうのも美しいな。その切なさ、人妻、私の好きな人は人妻やからっていう、なんちゅうこっちゃ。こっちはも でもなかなう。かあの時代の話、あ、でも最近鎌足やってましたけど鎌足ね。見に行きましたね。ああいう時代もいいですよね。いいちょっでとす古ね。い平安とか飛鳥とかっていう時代もの、勉強になるね。なる。なるなるななるるほど。だなからる。本当あそこから歴史がね、どんどんもう知識が入ってくるわけよ。ねで、ここで、ああ、で、大友皇子となんとかなって、こう、あ、壬申の乱になって、天武天皇が生まれて、みたいな、ね、そういう話、楽しいね。ねえ。ほら、宝塚って歴史も勉強できる。でも、素晴らしいよ。フランス革命フの、フランランスス革命、革フ命ランの時ス代。革命も絶対みんな成績良かったでしょう。楽しくて仕方ないですもんね。ルイ14世が、とか、16世が、とか出てきたら、おーって。おっとって。バス塚フティァンはーユ。ね、強いよね、そこら強い辺はね。強い強い。もう絶対強いよ。いや、本当にいいです。ねえ、今もさ、そうやって何回も何回も 再演さ再れて演しさ、てね。人気あるもんね。いや、やっぱりそうやと思う。やっぱ美しいものは色あせないよで、いいです思いね。ますね。いいですね。今度と思誰がいすまんのす。かな。楽しみや楽ね。しみやね。もうしばらくはないんちゃなう？いかな。だってやったもんね。そうやね。じゃあちょっと私はあすみさんの DVD を見ようと思います。今度見ようか。今度見よう。なんか一郎さんまでどうしても茜さす見ようと思ったら、どうしてもこう一郎さんのディスクばっかりこうペッて入れてしまうから。やっぱ好きやん。あの人の話も見てみたいよ。あすみさんのあすみ時さんのの、時のね。いたやん。誰？あの時花組いた。今月組にいた。ああ、千夏さん千ね。夏さんのね。あの人もやらはったやね。りはったやりはった。あの人も見てみ千たい。夏さんもうまいやろうね。ねまあ、皆さん見てらっしゃる方は、そうね。ね、言うてはるけど、ていうか逆になんで見てないねっていう。すいません。すいません。すいません。今から見ます。そうやというね。ことでね。まあ、そんな感じで、また、
日本ものもね、うん、語っていきたいなと思います、うん、それでは、はい、手のひらありがとう、もみの木ひかるでした。どうも、ぬかた抜けた一郎さん、一郎さんありがとうございました。ぬかたいけてる